同じ大きさの小さな立方体64個を積み重ねて、一つの大きな立方体を作ります。横、正面、真上から4本ずつ、丸印の位置に剣を刺していきます。剣は面に垂直に、大きな立方体の向かいの面に達するまで刺すものとします。この時、小さな立方体のうち、剣に刺されていないものは何個あるでしょうか？一番上の段は5個、二段目は8個、三段目も8個、一番下の段は5個、全部で26個ですね。